L 字窓入った。L 字窓入った。それ。うわあ！ダメ今。ダメですか？え、さった。やっぱり L 字。あのロビー外であれが落ちてる気をしてる。その武器はジャッカル？ジャッカルです。ジャッカル下降りてるっすよ。ナナミンだ、ナナミン。ナナミンじゃん。うん、おー！どうしでーす。大丈夫。どこ残り？あれ、キャッスル閉まってる？キャッスルミュートしてあるよ、そこ。OK。そこ見たけば勝てるっすよ。あ、ここのミラポ壊してもらっていいですか。あ、メガレ、メガメガレ、スカイスカイスカイ。あ、じゃあ赤い？赤いの音かも。あと10秒。いつもの5分。どれか当たるやろう。すごい。ナイスですね。俺のウェルカムマットを普通に壊しやがる。ワンチャン引っかかってたやろ、これ。あった。あった。ごめんごめん。いやでも確かにニトル2連チャで飛んでくるとは思わんよな。多分あれ一発目食らんかったらホッとしてた。え ?51% になってる。ちょっと今日思ったこと言っていい？なんかもうすごい、うん、吐き出したいのよ。うんうん、めちゃくちゃ偏見なんだけどさ、うん、あの86に乗ってるやつの民度は CG ぐらい低いわ。マジでマジで冗談抜きでマジでマジで。これ86ね、うん、何あの86のベタ付け率分かる。後ろのはい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 、はい、86あの人はいいよ大丈夫、はい、あの回せなかった水落とし。ちょっと言いたいことわかるわ。ちょっと言いたいことそれわかります。いや、わかるでしょ。うん、あの自分もね似たような系統の車乗ってたんで、子供生まれるまでは、あのわかります。ルーマンの話？うん。Yes。まあまあまあ、いや本当ね、それはね、でさ、まあもうさめちゃくちゃカスタムしてるんだったらまあ生きてんなって笑えるけどさ、どの丸わかるわかるわかる、どの丸こそがねもうほんとそういうことしてくんだよ。なんかそうなんだ、うん、私なんかすごい偏見だけどゆうすけくんはゴリゴリのベルファイアに乗っててめっちゃ世代だよ。なんかロミさんはハリアーとかに乗ってるイメージで。ああ、俺 SUV だけどね、確かに。スノクツネさんはあのちょっと車高が低いクラウンとか乗ってるイメージ。悪いやつじゃないですか。悪いやつ。彼女のやつ。悪いやつじゃないですか。ゆうとくんはタントカスタム。タントカスタム。え？俺？なんかイメージ的だとタントカスタムってなんか急にってなんか。あれあれでもね、みたらしならわかると思うけどね、どうだろう、みたらしわかるかな、俺らの世代のね、生きに車ってね、ワゴン R だったような気がするんだよね、俺ら前後、うん、なんかワゴン R になったら、ちょっと嫌なイメージあるっすよね。そう、だけど今、なんかさ、ファミリー向けな感じにさ、ちょっとシフトチェンジしてるじゃん。ああでもあれですよ、うち母親に車選んでくれって言われて、はいはい、俺がチョイスしたんですけど、ワゴン R のダブル R チョイスしたんですよ。あれまあまあ早いっすよ。ワゴン R 結構早いっすから、ね、早いっすよ、もともと車体が軽いからね。分かりすぎて声出して笑った。やろ、俺ら世代はそうなんだって。なんかなぜかワゴン R なんだよ。うん、パワーウェイトレーシが結構あるから。ベルファイアね、それもわかりますね。なんかね。押すかな。何やってんのこれ。
どっちなの？俺クソイムで助かったな。ゆうとくん降りれない。ゆうとくん降りれない。降りれないよ。俺がクソイムで助かったな、本当によ。おっと、壊さないで、壊せてお願い。ありがとう。あ、インカイトロー持ってるパーティー。ここ、EM って、 EM 帰ってる、 EM 帰ってる。 EN？ あー、はいはい。ゴミさん近い、バカ近い。はいよ。上からポンポンとかなんか来んのかな。突き下げとか。嘘、にんのかい。やった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 。逃げろ逃げろ逃げろ。落としだったら開いた？開くねこれ、そのうち。メーカーマットを使う。落ちやった。ナイスー。ここ抜けれる、抜けれるよ。今でよく来たね。ここにこもってよ。マガジンを交換する。はい、移動しまーす。なんかおる。おう、何ですかそれは。ビビビビ、あの黒のビビ乗ってて若干車高を通して後ろに貼ってあるやつ大体わ。分かるわ。変なシール貼ったやつなんだ。DAD みたいな、なんか DAD とか。ああ、DAD のやつね。あれは何？ギャルソンね。あれも流行ったね。森さん見に来てない。うん、知ってる。あとね、セルシオサンバルコーキの。はい、どうも。ーーが一人残っている。はい、いる。静かー。私も派手な車乗ってみたいの。派手な車ですか。キングのクラウン買えばいいじゃん。私運転できないんだよ。大きな車運転できないの。でもなんか乗ってて一番なんか気持ちいいなって思うのなんか SUV っすね。ああ、そうですね。それはそうですね。まあ、兄に歌ったからな。何が？ SUV。いや、でも俺も最強な気がする。俺の中で。俺はもうライボに戻りたい。エボに乗ってたんですか？乗ってました。ああ、いいですね。泣く泣く3年で手放したけど。それあれじゃないですか、あの行動では実質最強クラスじゃないですか。なんぼそれに煽られたことか。いやー、 FR には限界があるんですよ。FR には限界がある。いやでもやっぱ4区安定してますよ。俺4区大好きだもん。わかるわかるわ。もうインプレッサー乗ったら、あ、これ無理。絶対こんな車手に勝てへんわと思うと思う。人の借り手、いいもんな、人の借り手乗ったらもう最悪やった。もう自分の車と交換して、ちょっと目的地行くまで交換してって言って交換したらもう全然違うんだよっていう。いい。そうそう、シルビア乗ってたんですよ僕ね。あ、そうなんだ。あー、なるほど。シルビア全然わからん。あ、あの狐みたいな顔してます。可愛いですね。見方によっては。ああ、確かに。なんか最近の車なんか網やみついてるじゃん。ほっぺたが網やみって何。網やみついてるじゃん。網やみって言い方があるんだけど、なんかこう、あ、アウトランダーとかそういう感じのこと。なんかほら、ボクシーとかベルファイアとかみんななんかほっぺたがさ、あみや、なんかほっぺたがごついじゃん、なんか。はいはい。ほっぺたがごついじゃん。ああいうの嫌い。怖いから。敵がドローンでスキャンしようと。ユースケ、後ろ、ユースケ、後ろ、来てる。階段から来てるよ。わあ、マジか。終わったー。おう、どこどこどこ。ああ、そう、いないのか。いえー、数の暴力同士。味方が排除された。私ケイとサイしか乗ってこない。やば、クソ人打ちや。あんまそういうこと言うなって。
俺見てるかのようだった今。いや、よかった、でも共感してもらえて。あとね、あの、なんだろう、初心者が増えたからかな、曲がるときに一回膨らむやつ多すぎ。あ、わかる。私それそれはレベルの高い話で、レベルの低い話で。え、だって膨らまないと、こう膨らまないと曲がれなくなる。内輪差が分かってないからっていう理由なのか、めっちゃ高スピードでアンダーステア出てるっていう話なのか。なんだろう、そうやった方がうまく見えるかもしれんけどさ、チューはとりあえず置いといてね。なんかうまい運転してる感出るじゃん、とりあえず。なんか一回膨らむとさ。ああ、そういうことか。そうそうそう。なんかそういうやつが多すぎる。で、あの、本当に運転うめえやつって、どんだけスピード出しても安定して走れるとか、そういうんじゃなくて、本当にうめえやつは、あの、人様に迷惑かけない運転ができるやつが本当にうめえやつだから。うんうんうん。いいけど。はい。言いたいこと全部言いました。初めて煽り運転に出くわしたんだけど。2つすぎ。手振ったら振り返してくれたから解決したけど。突入10秒前。アンキーやろ、そのがすごい。なんかテレビでやってたよ、あの、子供に手を振らしたらいいって。なんかもうはぁって思ったんだけど、爆弾を発見した、移動して爆弾を解除しろ。頭下げられた。どういう状況だったんだ。まあ、かまってちゃんが多いでしょ。もうさっきの俺のあの運転が上手い人の話でもう一気に喋りすぎて息がつかんかった。危なかった。お店は運転上手い人なの。いや、まあ、うまっ。うまいよ。もうそりゃもうめっちゃスピード出して走るしね、安定してるし、ね、あっぶねー。ブルーだ、見た。ダメージ与えたろ。与えてねえ。ブルー、牛、牛、牛。うわ、なんかバレたし。すいません、右にいるっすよ、右。爆弾を見つけた。ビータル。エンジンオペレーターはあと一人だ。あ、ま。じゃあ、生きた ADS やってみようかな。そこにおるんじゃ。そこか、奥の方のボムか。 B ボム、おう、そっちね、移動して。よさ、左の方向にいる。少し時間を稼げればボム裏まで入れば、うん、A まで詰めてきてる。 A まで入ってきてる。それいいだろ。ナイス。エムはダメなんで、エムはダメなんで。はい、いいね。はあ、よかった。この1週間ずっともやもやしてたことを全部吐き出した。まあ、こんだけ言っててなんですけど、俺結局行き着いた車、あのセレナですからね。あー、はいはいはい。最初は何だったの？子供2人乗せるにはいいよ。子供2人乗せてね、走るのめっちゃいいよ。あの、東京までもうすぐ楽に行ける。やっぱ家族がでけえ車いいよな。やっぱ万能、万能っていうかやっぱ最強なんかな。ロミさん何乗ってるの？俺 CHR。 あ、かっこいいね、いいね。おしゃれ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 のマニュアルね。めっちゃマニアックや。めっちゃマニアックや。あ、マニュアルあるあるある。俺異色なんだって。ディーラーにマニュアルくださいって言ったら、えって。そりゃそうでしょうね。そりゃそうでしょうね。俺も初めて聞きましたよ、それ、その仕様。マニュアルってわかんないんだけどね。マニュアルってマニュアルなの？マニュアルってな、え、マニュアル？ガチャ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 するやつ。うん、そうそうそう。やったことないそれ。あの、まあ女性は、女性はね、少ないけど。あれでしょ？クラッチとかあるやつですよ。あ、そう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 。
俺はどうしてもそれに乗りたかったんだよ。もうマニュアル車に乗りたかった。あ、下を投げる。ちょっと誰だっすか。どうしたっすか。うわ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 、即いた、即いた。ワンショットで死んだんだけど、ヘッショか、ショットガンのヘッショだったわ。頭吹き飛んだわ。多分あれだわ、俺が入ったルートをもう一回来ると思って、その食べた倒したよ。待ってた。もうおらん。あれ、これ現地どこ？一回だよ。さっきと一緒。ん？なんでじゃあここ固まってるんだ？間違った。おう！あー、失敗した。ごめん。うわ、落としたわ、ディフューザー。バルキリーがいる。爆弾を見つけた。あ、ちなみにマエストロが高い位置にあの乗ってるわ。ボム裏の台の上。ユートさんの左のボム裏の。壊せねえんだ。わお。そこっちだ。おお、うまい。やばい、やばい。マガジンを交換する。乗れたよ、ね、ギフトだなこれ。で一回ハッキングしていきます。いやーマイストロカメラあんな。いや神やろこのハッキング。じゃあその正面のマイストロカメラ。あ、オーケー。見ます見ます。はい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 、あ、あっこ逃げた。あっち逃げた、あっち。残り一人。あっちだかな。おナイス。素晴らしい。ユースケ君は何の車乗ってるの？俺フーガン。あ、めっちゃいいやつじゃないですか。かっこいいやつ。めっちゃいいやつ。うるせえ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 。会話をさせ、会話を。いいな。かっこいいこの女の子。うん。でもあれなんですよ、前ラパン乗ってたんですよ。かわいい。前ラパン乗っててで、あのちょっと遠出じゃないんですけど。遊び行った時にこれは K ちょっと辛いなと思って、うんうん、K はしんどいね。そうかな、パワーがねえからな。ラパンのあのね、普段使いはマジで強すぎてる。ラパン、うん、高速の K とかかわいそうだもんね。うん、踏ん張っても踏ん張っても加速じゃない。すげえすげえ大人ってるもんね。ウィーンなんかね、申し訳なくなってくる。私高速がもらったことないね。ああ、もうそのうちね、あの大半を自動でやってくれます。日産がねCM ばっかりやってるけど、うん、楽ですよあれ。自動じゃないけどね、運転の支援システムとして考えた方がいいですね。確かに確かに、めっちゃ楽。車線逸脱もついてるんですか？ね、俺の方のやつはついてないです。車線、あ、車線逸脱って何ですか？抜くやつ。あの、な、何、あの車線から出ないように、あの、あー、それついてます、ついてますついてます。めっちゃ楽ですよ。だからでもそれ速度は前の車に合わせて、ええ、完全に楽だよな。めちゃめちゃ楽です。東京まで、あの普通にあの片手で飲み物でずっと触ってるだけ。あー、はいはい、いいな。めっちゃ楽。あれだけはついてんだよね、クルーズだけはついてんだよね俺、うん、マニュアルなのに。フルコン、うん、マニュアルなのにね。ギアちゃん自分でしたよ。でもクルコンがあるだけでも楽でしょう。楽だけど、どうせ6速までは自分でやらないと。あ、まあまあまあ、それはね、それはね、それはね。で、渋滞とかしたら自分で落とさない感じ。ああ、そういう意味ではね、渋滞はね、あのいいですよ。ゼロからもうあの全部やってくれるんで、ブレーキも踏まないしね。踏んだまんまにしてくれるし、
言うとく、うちらは K で頑張ろうね。勝手に K にされてる。